本日の試合はカンピオナートブラジレイロ第21節サンパウロ対クルゼイロ、エスタディオドモルンビーよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。サンパウロのキックオフでスタート。カンピオナートブラジレイロ第21節サンパウロ対クルゼイロ。クルゼイロがこの試合は 4-5-1 のシステムです。そうですね、中盤サイド守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね。シュート、サンパウロ先制。サンパウロ先制1対0。これ打つモーションまでの前が、北澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね、はい、しっかり決めてきましたね。そうですね、今シーズンの4ゴール目です。中へのクロス、裏へのスルーパス、抜けた、抜けてくる、シュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。うまくディフェンスラインの裏を狙って1対1になったんですけどもね、少し焦りがあったんでしょうかね、ここは決めきれなかったですね。一人で持っていけるか、シュート惜しい。さあ左サイドへ、ましたよ、シュート、しのぐ、いやー、ファインセーブでしたね。いや、素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。このピンチよく防ぎました。右サイド上がっていきます、ゆるく狙ったボール、つながります、来た、シュート、サンパウロ追加点。これで差は2ゴールになりました。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、出し手と受け手の一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。そうですね、サイドのスペースを使います。どうだ、ロメロ。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。さあ北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは、はい、踊り子回クルゼイ、前日の試合はあまり監督の采配が良くなかったというメディアの指摘もありましたね。まあそうですね、後半守りに入りたい気持ちは分かっていたんですけども、逆に引きすぎたことによって相手に攻め込まれて失点してしまったわけですからね。シュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。キーパーサール、ミドル、いやここはダイレクトで打ってきました。こういうダイレクトのシュート、ジャストミートさせるのは簡単ではないんですけどね、うまく合わせて鋭いボレーシュートでしたね。ロングフィードで狙う、スルーパス越えた、シュートもあります、シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。
いオーバーラップですよ。この位置でボールを受けます。ここはクロス、マークをしているのでだんだんラインが後ろに下がってきてしまうんですよね、はい、そうすると中盤にスペースが、どうだ、シュート、ゲット、クルゼイロ、クルゼイロ、さあこれであと1点差、一本抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そうですね、出してと受けての一つ、積極的に仕掛ける姿勢がこのゴールを生み出しましたよね。そうですね、シーズン5ゴール目となります。ここで前を向けるか、今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。ここにシュート、シノグ、追い込んでしまいますからね、うん、もう一度自分たちのサッカーをする必要がありますよね。はい、これ以上の失点は避けたいところですね。サイドを使う、この試合ですでにアシストを記録しています。さあどこに出してくる、サンパウロがリードは1点、このまま終われば勝ち点3を手にします。ロングフィードで狙う、シュート、防いだ、ボールを追っていく、右サイド上がっていく、スルーパスを出す、裏へ抜けた、中切り込んでいく、シュート、シーノーグ、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこの難しいボールによく触りました。時間の使い方も大事になってきますよね。前線へこの長いボール、ね、しっかりと切り替えたいところですよね。ルーパスを出す、出ましたね、勝負のシーン、ここをかわした、狙いますよ、自分で行く、そして今試合終了、2対1、サンパウロ貴重な勝利です。勝ち点3をものにしました。さあいかがでしたか。いや非常にいい試合でしたね。持ち味を発揮しながらね、素晴らしい攻撃を見せてくれましたよね。特にこう中盤の攻防、非常に見応えありましたよね。